どうもこんにちは、インマンズの小出です。インマンズの中古車紹介やってまいりました。今日はですね、久々にガレージあるインポート店ですね、インポート店、輸入車ばっかりのインポート店にお邪魔しております。今日ですね、紹介したいのはインポートのね、輸入車の中でもとびっきり安いやつ、お買い得なお車ですね。まず50万円以下の車を、一気全紹介していきたいと思います。はい、ちょっとの時間ですがよろしくお願いします。はい、まずね、インポート店の、一番こっちから行きましょうかね。はい、こちらがですね、ミニクーパーで、BMW ミニ、ミニクーパー S ですね。一応ですね、平成17年式の10月登録、はい、車検が今年の7月29日まで残っている車で、13万6000キロ走っている車です。はい、白でね、一応結構これ多分動画でもね紹介したと思うんですけど、これねショート動画でもね紹介しているとは思うんですけどね、結構ねおしゃれなんですよ。なかなか内装とかね、はい、結構おしゃれにね作られてる、仕上がってる車で、まあルーフがね黒で、ボディは白というか、なんかクリームでしょうかね、色になっております。はい、チューニングはねほぼねローダウンとクリアーテールと17ミンチアルミホイールというのが入ってますね。なんと価格が28万8000円、総額ですと44万8000円でのご提供。はい、50万円を切った車の、第1号車目ですね。はい、なかなかいいんじゃないでしょうか。次行きましょう。続きましてこちら、BMW28万円きた。BMW の3シリーズ 320i です。色はね、紺でしょうかね。はい、ほとんどノーマルに近いのかな。はい、ワンオーナー車です。ワンオーナー車。平成ね、18年の12月登録。車検が今年の12月まで残ってます。3万2000キロ。ワンオーナーの3万2000キロの車です。なんか、どっか悪いところがあるのか、そんなことないっすよね。メンテナンスノートあり、取説、うわーすごい、めちゃめちゃいい車じゃないですか。これ傷もないし、ライトもめっちゃ綺麗ですよ。めっちゃ綺麗だし、内装もめちゃ綺麗ですね。これはセダンですね、4枚ドアのセダンで、状態がめちゃめちゃいいんじゃないですか。これなのに28万3000円でいいんでしょうか。はい、で総額にしては44万3000円の車です。あ、これはねすごいお買い得ですよね。50万円以内でこれぐらいの車が乗れちゃうという、はい、皆さんどうでしょうかね。これはい、続きまして次行きましょう。はい、来ました、これもまたまた BMW です。BMW のこれは 1? はい、続きましてですね、こちらが BMW の1シリーズです。平成21年式8月登録で、車検が来年の8月まで残ってます。ですね、走行が47,000キロ、修復はない車ですね。ほとんどこちらもノーマルに近いんじゃないでしょうか。はい、1シリーズなんで、ハッチバックかな、4枚ドアのハッチバックになってますね。後ろがパカッと、これなんかもう全然最近の車っぽくていいんじゃないですか。はい、一応オートマで感じ。今日はちょっとあいにくに雨なんですけど、で価格が車体で28万8000円、総額支払い44万8000円の車でございます。なかなかね、もう当時からしたらこんな車がもう50万円以下で買えるんですかっていうレベルですよね、俺の認識は。はい、ここら辺アルミとか変えてちょっとマフラーとか入れたら全然面白いんじゃないですか。はい、3代目がね行きました。次行きましょう。次、はい、なかなかね、100万
50万円以下の、ね、車っていうのは、ね、少ないんですけど、実はまだ、ね、2台ぐらいあるんです。紹介しましょう。こちらです。来ました、アウディですね。 A4 のアバント、はい、これがですね、これもねステーションワゴンになりますね。ワゴンの車、はい、これがですね平成22年式の5月登録で、車検が令和5年の6月、今年の6月までですね、8万3000キロ、修復はない車です、はい、ほとんどね一応いじってる箇所はないですよね、はい、一応お客様からの下取りの車で入ってきてる車なんで、状態は悪くないんじゃないでしょうか。8万3000キロでしょ、ほとんどノーマル、今風っぽいですよね、うん、これね一応こういうルーフレール、もうボディの状態もかなりいいっすね。塗装とかも A4 でなかなかいいんじゃないでしょうか。おーで、支払い、車体で29万8000円、支払い総額が45万8000円の車ですね。はい、続きまして5代目最後の車、こちらです。お、来ました、ボルボですね。スウェーデンの車ですね。 V50、 はい、こちらもちょっとコンパクトの小さめのステーションワゴン、ボルボって言ったらねワゴンですよね、はい、で平成21年の2月登録、車検が令和6年の3月、来年の3月までですね。走行が42,000キロ、お、修復はもちろんございません、でいじってる内容もほとんどないので、本当にノーマルでいい状態じゃないでしょうか、はい、で一応ねルーフレールがあって、ここら辺にもなんかこうついてますね。キャリアつけてたのかな。中革ですね。中がね革シートになってます。あら、おしゃれ。これがですね33万3000円、なんと支払い総額ですと49万3000円、50万円を切った価格になっております。はい、これなんかライトもアイラインっぽくなってて、これほんとおしゃれですよね、うん、今回ね一応5台ぐらい、一応50万円以下で紹介できる車があるんですけど、ちょっと、はい、今回はですねちょっとどれか1台ピックアップして、見たいと思うんですけど、こちらをね、ピックアップしてみたいと思います。次回の動画ではですねこちらを1台紹介していきたいと思います。はい、まあ、あのインポート店ではですね最近結構ね、お安く手に入れる輸入車、インポートカーっていうのを多く揃えておりますんで、また下取り車とかもねありますから、ぜひ、常にチェックはしといていただけるとお宝がいっぱいあると思いますので、気になった方はガレージあるインポート店までご連絡ください。こちらですね、047307-1000番、047307-1000番になります。よろしくお願いします。